せっかく来てくれたのにこんな結果になってしまってすみません。謝る必要はない。私たちは正しい道を歩んだ、そう確信できたのだからな。お前のパズドラに迷いはなかった。私はそれが何よりも嬉しい。アメリカへ行かせてよかった。パズドラ部の皆さんがいてくれて本当によかった。母さんたちはそう思ってるわ。ありがとうございます。皆さん、これからもリュウジをよろしくお願いいたします。オッケーオッケー、パズドラ部部長のこの俺にドーンと任しとけ。うまそうに。その根拠のない自信危険すぎるにゃ。タイガ、君との約束また果たせなかった。え、約束？空港へリュウジを迎えに行った時のでやんすよ。おお、お前との真剣勝負はチャンピオンズカップにとっておく。そうだね、僕も同じことを考えてた。すまない。謝って済む話かよ。俺お前とのバトルすっげえ楽しみにしてたんだぞ。だから楽しみにしてるぜ。次の大会でもっと強くなったお前と戦うのは。僕もだよ。次の大会を考えるのはまだ早い。まずは準決勝よ。そんやで。神崎真はチャレンジカップの時よりはるかに強くなってるわ。俺だってありえねえくらい強くなってる。見てろ、今度も絶対に勝つ。はいはいにゃ。根拠なしの自信、さすが兄貴でやんす。準々決勝第2試合、松原選手とほのか選手の対戦は予想外の展開となった。ターンに終了。両選手のゲージはお互い残り2。ほのか選手大健闘だ。無敵の松原プロを倒すのはほのかよ。アイドルとして、そしてプロゲーマーとしても頂点に立つ。ターン3。リーチェ、ミステル、赤鬼、回復の十字架しかできなくなった。モノカちゃんのパイモンのリーダースキルが使えねえ。それだけじゃない。リステルのスキルで松原プロのダメージは軽減され、闇ラードラの攻撃力も高まった。うわ、そうか。松原プロの本気だ。ビーストに変わる。闇ラードラ、闇ラードラの攻撃でほのか選手のゲージは残り1となった。ほのかは絶対に負けない。シロソニア、ビーストを破るのはキュートでラブリーなアイドルよ。
なるほど。ほのかちゃん前線はしたけどね。ほのかというあの選手、力はあるが今一つ及ばなかったようです。さすがです。自力の違いを見せつけましたね。どう思います、ユキコさん？お父さんお母さんやりましたね。よかったですね。はい、ありがとうございます。幸せ者ですよ、私たちは。イエーイ。おかげでいいバトルができました。感謝しますよ。このほのかに勝ったんだから絶対に優勝しなさいよ。はい、大丈夫です。ムカつく。勝負あった。第3試合はイサミ選手の勝利だ。ブラックロス選手、準々決勝で敗れた。おほほ、イサミも勝ったにゃ。妙なバトルでした。ああ、気に入らないぜ。どういうことだ。僕にはブラックローズが本気を出してないように見えた。なんだって。もちろん確証はないけど。けどって何？わけがわからないでやんす。出場で見事ゴッド8入りしたブラックローズ選手に惜しみない拍手が送られます。ブラックローズ DGS か。準々決勝もいよいよ最後の対戦となりました。第4試合は神崎シー選手対明石タイガー選手。チャレンジカップ決勝戦の再現、因縁の対決だ。神崎シーのリーダーモンスターはアギトディア。チャレンジカップの時と同じでやんすね。でもこの大会ではまだあの力を使ってない。あの力？なんだそれ。対戦相手に暗示をかけ、心に入り込み支配する、そして破滅へ導く。パズドラなんてやめればいい。どうでもいい。選ばれし神の子、神崎シンはそう呼ばれている男です。おお、神の子ね。あの時はなんとか元に戻った兄貴が勝ったでやんすけど、あの力ここでまた使うかもしれない。気をつけてタイガー。よ、相変わらず暇か。またバトルできてすっげえ嬉しいぜ。いやいやいや、あかんたいがまるでもんか。心の声作戦失敗だ。己がやる言うだからにゃ。やめろ、パズドラ部の恥だ。わかってるって。熱々の気合で跳ね飛ばす。今度こそ地獄へ落としてやる。準決勝へ進むのはタイガ選手か、それとも神崎シン選手か。運命の勝負が今始まる。メモリーオン。メモリーオン。ここは任せとけタイガー。いいかあいつは。ケビーコー。話の途中やないか。闇ドロップは4個か。よし、先にあれを作るため。分かってる、あれだろ。ナリンガンリエト。タイガは神崎シンの闇ドロップが4個のうちにロックしようとしたが、先にリエトを使われた。光と闇が増えた状態でロックしてしまったか。おー
ッツヤ6。7コンボにゃタイガー8コンボだぜ。いけドラゴン、5コンボ足りへんややいかい。しかしわいは削ったのでよし削った。そして削られました。特名神崎新選手、光属性と闇属性の攻撃力を2倍にしたぞ。うおまた厳しい攻撃が来るんじゃんか。タイガー頼むで。タイガー8コンボにゃ。すまれ7コンボだ。やまへん十分にゃ。いいパンチだ。あんた一つ忘れとるぜ。ダイワだ。修行で強くなったんやで。それは愛のセービクニャ。また削られたでやんす。ナインガルダのスキル効果でタイガもなんとか一矢報いたけど。大異徳明王が聞いている。ここまでは間違いなく神崎真のペースだ。やるなあいつ。ゴッドエイト入りしたのは伊達じゃねえ。両者譲らぬ好ゲームだ。面白い試合になったぞ。何がどないしよう。ジュリー、これで相手の防御力を 50%、 自分のダメージを 80% 減らせる。ディノライダー、変化だ。貴属性と貴属性の攻撃で一気に畳みかける作戦です。タイガのやつ勝負に出たの。アッツアツのソウルを見せてやる。よっしゃ2点千枚返し。待たせたなドラゴン、11コンボだぜ。覚醒スキル発動、ぶちかましたのだ。の3コンボで攻撃力4倍、さらに6コンボ以上で攻撃力3倍のリーダースキルを持つ。タイガー偉いこっちゃ。面白くなってきたぜ。聞こえるな明石タイガー、レクイエムの始まりだ。
げへん。なぜにゃら、ワイヤーとはにゃら。準々決勝に続き準決勝が行われた。だが松原プロの対戦相手デスバイネンはなぜか試合を放棄した。さらに神崎真は新選組のイサミに圧勝し決勝戦に進んだものの、デスバイネン同様戦わずして会場を後にした。こうして前回大会に続き松原プロの優勝が決まったのだった。おめでとう松原君。こんな形で優勝が決まるなんて素直に喜べませんね。 DGS 彼らは一体何を考えているのか警戒する必要がありそうだな。はい。おめでとう兄さん。いつか必ず追い越してみせるよ。そやけど DGS のやつらどんにゃんやねん。試合放棄なんて信じられないでやんす。あれ師匠はどこだ。諸君ご苦労。勝手気ままなパズドラ会、その地図は間もなく書き換えられる。我が DGS の手で。柏木、やつが DGS の監督だったのか。目立っちまってね。ワイの強さにゃろ。いっぺんお前がリーダーモンスターやってみろにゃ。やってやろうじゃねえか。兄貴ならできるでやんす。無理バカ。大河君、いつかの僕の言葉君はしっかり受け止めてくれたね。え、何のこと。忘れたんかいにゃ。前のチャンピオンズカップで忠告されたにゃろ。大河君、君は自分のモンスターたちの能力を理解できているかな。え、彼らを理解し局面に応じて最大限の力を発揮させ一緒に戦う。もう一度そのことを考えた方がいい。そうだったそうだった、そんなこともあったよな。あれがきっかけでワイはふるさとに帰ってレベルアップしたんやで。タイガだってあの後師匠のところでしっかり鍛えたじゃない。その成果見せてもらったよ。モンスターのチーム編成にプレイテクニック、君はもう立派なプロゲーマーだ。敗れたとはいえ神崎真との試合も悪くなかった。紙一重の差だったからな。俺も負けずに強くなれ。もっともっと鍛えて次は必ず勝つ。そうにゃその意気にゃ。兄貴頑張るでやんす。おっと、先に頑張らなければならないのは君の方だよね。僕でやんすか。まもなくパズドラチャレンジカップが開かれる。プロゲーマーを目指す君の戦いが再び始まるんだ。チャレンジカップか。頑張れユキチ。いやんす。大丈夫だって俺がついてるんだぜ。アホやけどにゃ。何かの役に立つわユキチ。兄貴たちに続くでやんす。僕もプロゲーマーになるでやんす。こうしてパズドラチャンピオンズカップは幕を閉じた。さあユキチ、次はお前の番だ。期待してるでやんす。